レイカーさん、魚が来るとなるというのに、こっちの釜をですね海に沈めて、こっちに情報を飛ばすと、実際に魚が現れるとこちらですね、右から左にこう時間が流れていって、水深 5.6 メートルに魚、これ 3.2 メートルに魚、13メートルに魚、サイズも分かるような形になってますので、これを使って今日はいろんな魚を釣っていきます。こちら引き船ですね、沖までボートで引いてってくれます。このちっちゃい 25g のジグからやっていきます。風がちょっと強い。流されてるな、だいぶ。鳥居がどんどん離れてる。てか、そこ取れない。一生出てくるんだけど。やばい、オールが壊れて。どんどん沖に流されてます。これアンカー落としたらいいんだよ、マジで。落とせるか。こっちやっとける、うん、やばい、このままじゃ遭難する、マジで。ちょっとアンカーで時間稼ぎをしながら針金を伸ばす。とりあえず1本でいけるんじゃないか。1本ずっと取れちゃうかな。いや、1本でいいよ。ぐるぐるにやろう。やばい。焦っちゃうね、だいぶ。変わんねえよ、これ。今行って流されてる。まあ、流されてる。これちょっと足にちゃんと締めないと。しかも針金もろくてめっちゃ折れる。してきたな。ガッツリ。もう何回か吸いたい。ああ、そうです。いいよ、これぐらいで。いける？あ、いける。あ、結構いい感じ。
レッシャーのかかる修理ゲーム。どんぐらい流されたかな。だいぶ50ぐらい。あ、やばい。これでオッケーオッケー、しっかりこいじみよう。針金が突き刺さった。マジでいて。え、何これ、アンカーじゃね。アンカー上げねえと。クジラでも嫌だ。めっちゃ怖い。よいしょ。手袋が必要だ。いや、あの鳥居の横、鳥居の横で一番でかい島の横、先端の島の横ぐらいまで行きたいね。行きたいね。そっから流されたから俺ら今だ1キロぐらい流されたんじゃない、これ。やべえ、1キロぐらい流されてます。やばい、オールが壊れたという大ハプニング。これオールした。身の危険を感じたのでガチコミです。波が高い、やばい、やばい、よいしょよいしょ。この針、これもうこれが取れたら流されるだけ。開いちゃってますね、完全に。いや、もう今はその先端、一番先端の島から沖の方にちょっと1キロぐらい、うん、1キロぐらい、500メートルぐらいだ、うん、いや、そこまで行ってない。いや、500メートルじゃあるよ。かなり流されてってことですね。まあでもなんか普通に釣りはしたいんですけどね、ですね。まあ今ちょっと騙しこいてるんですけど、いつ壊れてもおかしくない、うん、番号わかる、番号、船の番号。こっち側に寄りかかって、反対側に。ちょっとブルーの反対側行って、あっちこっち、番号反対側、めっちゃ行って。オレンジ色の服着てますって言って番号ちょっと見れないですね。なんかね、波が高くて見えない、マジで。青いボートの一番先端にいると思います。一番遠くにいる、今ボートの中一番遠く、はい、あ、2人乗ってます。2人、もう鳥居から南に。今オール立ててたって1回。オール立てないよ。今ちょっと立ててますね、今。両側立ってますね。あ、手振りましょうかね、それか。あ、オッケーです。あ、オッケーです。わかりました。はい、了解です。お願いします。助かる？はい、じゃあ、はい、お願いします。じゃあまだ来たら。What the fuck？ 今。リハーサル？今リハーサル？まさかリハーサルだと思って立ってみてください。じゃあそれを船外機の船来たら見えるよ。はい、葉山さんが助けに来てくれました。本当だ。え、何がこっちがある？壊れてんのが。こがなくていいかな？おい、あの、一回船変えちゃいますよね。はい、戻ります。わかりました。一回船変えるって。こっちですね、バカになってしまって無事救助ありがとうございます。助かります。Oh my.